とこあさって子供もいるし、なんかゆっくりこう座って食べれる時間が、ね、母さん食べてないけど食べなさい食べなさいっていうのは子供にとっては、こんにちは、柏原幸男です。いつも幸男チャンネルをご覧いただきありがとうございます。お米生活でより効果的に結果を出す秘訣は無料メール講座でお伝えしています。人生を変えるレッスンとなっていますので、ぜひご登録ください。直接相談や質問ができる YouTube ライブも毎月行っております。登録者限定です。ご登録は概要欄からお願いします。前回の動画では柿さんの食生活に関するカウンセリングの様子をお届けいたしました。カウンセリングをする中でお子さんの食生活に関するご相談もありました。この部分の話題が子育て中のお母さんたちにはとっても参考になるんじゃないかと思いまして、そこだけ編集したものをお届けいたします。ぜひ最後までご覧ください。朝ごはんに関する話題をしていたところからお子さんたちの食生活についての話になりました。なんかこう朝って子供もいるし、なんかゆっくりこう座って食べれる時間が、まあでも出作らないとダメなんでしょうけどお子さんがいる方ってやっぱりね、朝忙しいし、なかなか自分の時間を取るのが難しいっていうね、状況だと思うんです。でも朝ごはんの大切さとか、朝ちゃんと食べることが重要なんだよっていうことをお子さんに刷り込まないといけないんですね。お母さん食べてないけど食べなさい食べなさいっていうのは子供にとっては一番ストレスなんですよ。子供は親の背中見てますので、お母さんの食行動っていうのはお子さんの将来の食行動にものすごく影響が大きいのと、精神面に対する影響がとっても大きいんですね。なのでやらなきゃいけないことがあって忙しいのはあるんですが、それでもやっぱり朝ちょっとでも一緒に座って食べて美味しいねとか、朝食べると元気になるねとかっていう、そういうコミュニケーションをすることってものすごくですね、将来のお子さんのメンタルも体もめちゃめちゃ影響しますんで。そうですよね、子供もずっと糖質制限で一時育ててたんで、もう今思ったら本当にもう早く、まあ、ちょっとでも今気づいてよかったなと思ったんですけど、離乳食とか小さい 2,3 歳ぐらいまでもほぼご飯とか食べさせずに、もうタンパク質ばっかり与えてたんで、もう今になったらちょっとまあね、もう取り返して、あの後悔はしてもあれなんですけど、なかなかだからご飯を食べてくれないんですよね。そうですね。でも本当に朝よりもご飯たくさん食べた方が、今はもうその方がいいなと思ってるんですけど、やっぱり成長期のそのまだまあ幼稚園とか小学校の子供も、もう6対4とかでご飯多めにで、味噌汁だけの、もうそんな簡単なご飯でも全然いいんですよね。はい、むしろ、はい、やっぱり、まあ、今までの食習慣っていうところを急に変わるのってなかなかストレスでもあると思うんですけど、お母さんが美味しそうに楽しそうに食べてるっていう姿が一番のお手本なので、はい、言葉で言うよりも影響が大きいです。でなるべく一緒に食卓で美味しいねっていう風に食べること、はい、食べることがすごくいいことで楽しいことなんだっていう体験をさせてあげること、はい、これがすごく大きいと思います。でやっぱり食行動のストレスって、まあ、思春期とか思春期以降にかなり影響しますので、将来ねやっぱお子さんが前向きに食を楽しめるようにしてあげるっていうのは、今の時期すごく大事だと思います。そうですよね、このご飯を食べてくれないのが今ちょっと悩んでるんですけど、ついもうね、前と同じようにおかずばっかり食べてご飯はいらんっていうことが多くて、でもですね、あの子供って大人よりも感覚に敏感というか、知識よりも感覚で生きてますので、あのご飯をいっぱい食べた方が体が楽だとか調子がいいっていうのを感じると自然と自分で選ぶようになるんですね。で自ら食事食べ物
を選択できるようになっていくので、でも今までのやっぱり食習慣っていうのの影響が大きいので、まあ、そこはね、そういうご飯を前向きに食べるっていう環境を作ってあげることから意識するといいと思う。うん、はい、お子さんがご飯をなかなか食べてくれないっていうのはカキさんの鏡ですからそうですね、自分もちゃんと食べてないとね、うん、食べないです。そうなんでカキさんが前向きに気持ちよく食べれるようになっていく練習を自分がこうやってると、そうですね、うん、お子さんも一緒に変わっていくと思います。まずは自分から変わらないと。うん、まあ、おすすめしたいのは食事の最初に、まあ、ご飯とお味噌汁とおかずっていうので用意されたらいただきますっていうのをしっかりするっていうことと、食事を見てうわー美味しそうとか食べれて幸せとか、まあ、この辺をですね口に出して表現する。お子さんと一緒に美味しそうだねってそういう会話をしていただいて、食べる前にですね、で美味しそうだと、これを食べられるって幸せっていうことを脳にすり込む。そして食べたら、あやっぱり美味しいって、なんか満たされるねとか、なんかこういうね、今日のこのお米はこういうお米だよとか、お味噌はこうお味噌汁にこのお野菜がこう入っててねとか、せっかくなんでお子さんと会話をしていただく、うん、私はもう食べるときはめっちゃテンション上がって、うわ美味しそうとかこれめっちゃ美味しくないとかっていうのを連発をして食べるんで。ああ、毎食も毎日ですか？毎日毎食。そうですね。たまにね、もう忙しくてパパーって食べるなんていう時はありますけど、全体的には朝から、やっぱご飯美味しいなとか言って、ごはーって言って食べるっていう。うん。でも、それは周りの人にもすごく伝わるし、周りを幸せにしますし、お子さんに対する影響はすごく大きいと思いますので、お母さんがすごく楽しそうに幸せそうに食事をしている姿っていうのは、それだけで子供は嬉しいですから。そうですね、うん、でそれを一緒にやろうねっていう風にすると、子供も美味しそうに食べてたらそれを褒めてあげたり、美味しそうに食べるからお母さんも幸せとかっていう風に言ってあげると、すごく将来もですね、周りを幸せにする子になってくれると思います。子供にもいい影響を与えるように、はい、食べることが幸せで嬉しいっていうこの感覚が日常に増えてくると、うん、とっても生きることが前向きに楽しくなるかなって私自身は思っているので。そうですね、1日ね3回幸せな時間が来たら毎日楽しいですよね。はい、うん、それでは今日はカキさんといろいろ話をしてきたんですけれども、食べるということ、ちょっとイメージ変わって、これから楽しく前向きにお食事がしてもらえると嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。今日ゆきお先生とお話できて本当に良かったです。今まで本当にゼロ百思考で完璧主義を目指してしまってたので、特に食に対して、うん、でなんかゆきお先生からのすごいお米はすごくいいっていう知識も、せっかくいいことを聞いてるのにそれをこう完璧にしようとしすぎてちょっと空回りしてた部分があったので、そこに気づけて、もう何よりも食事まず楽しんで、今できることを楽しみながらこれから工夫してやっていこうと思いました。ご飯もちょっと白米でちょっと種類を変えて、炊き方とか水加減もちょっと工夫して美味しいお米を探そうと思います、はい、これからも、うん、一生続けていこうと思いますので、ありがとうございます。はい、楽しんで続けてみてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。